ロシアサッカー連合、ルフ、の欧州サッカー連盟、UEFA、からアジアサッカー連盟、AFC、への転籍が30日にも決定される見込みの中、AFC で加盟国による賛否の最新状況が明らかになった。ロシアは、ウクライナ侵攻の制裁として UEFA から国際大会への出場禁止処分を受けている。そうした状況を打破するために、親ロ国が欧州より多い AFC への電撃移籍を画策。30日に予定されるルフの実行委員会と理事会での決議を経て、転籍への手続きを開始する見込みとなっている。そうした中、A 氏、ガーディアンは AFC 加盟国のオーストラリアから反対の声が上がったと報道。オーストラリアサッカー連盟 FFA で W 杯招致委員会の広報責任者などを歴任したボニータ・マシアデス氏が UEFA にいようが AFC にいようがロシアの国際大会出場は禁止されなければならないと同国の方針を踏まえて転籍に反対の意思を表明。ロシアは人権と規則に基づく秩序を考慮しない侵略者の姿を見せている。したがって、彼らは世界のスポーツコミュニティの一部になる資格がない、とロシアの動きを糾弾した。そして、一体なぜ FIFA、国際サッカー連盟、は未だに加盟国の地位を認めているのか。それを尋ねなければならない、とロシアの除名に踏み切らず、転籍の動きを静観している FIFA を批判した。一方で同氏は、AFC 加盟国内におけるロシア転籍の賛否の最新状況を指摘、オーストラリアをはじめ、日本や韓国はロシアの AFC 加盟に反対する可能性が高い、としたが、中国、イラン、北朝鮮などは支持する可能性がある。また制裁にもかかわらず、ウズベキスタン、キルキズスタン、タジキスタンはロシアと親善試合も行っている、とロシアを支持する勢力が広がっていると分析。想定以上に、AFC 加盟国の中でロシアを歓迎する勢力が多い、と転籍賛成派が優勢になっているとした。アジア転籍を機に W 杯など国際大会への復帰を狙うロシア側の目算には、勝機があるようだ。